皆様新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。令和最初のお正月を迎えました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年もようこそ視聴室、そして WebTV 阿蘇をよろしくお願いいたします。さて、熊本地震から4回目の新年を迎えました。復旧復興も確実に進んでいるようです。また昨年は全国的な出来事として5月に天皇陛下が即位され、新しい元号令和にも、はい、変わりました。また消費税の 10% 開始やラグビーワールドカップ日本代表の活躍、また台風被害などもあった年でした。さて市長、まず昨年は阿蘇市にとってどんな1年だったかを最初に聞かせていただけますか。市にとってはやっぱり熊本地震の、あとどのように復興が早くなっていくかということが一番の関心事であったと思いますけれども、特に2020年度中には北側の復興ルートとか阿蘇大橋とか、そういうことについては必ずやり遂げますということがありました。でも住民の皆さん方の考えの中には、やっぱり自分たちがいつも馴染んでいる原動の57号線、それから JR 九州の保肥本線、早く再開をしてほしいという希望がすごく多かったんですね。特に通勤通学でも今までとは違うバス通ではなくて、やっぱり列車で通いたいという、そういう長年の素朴な気持ちもありましたので、でも県の方で、自治体の負担分を持ってくれると、経費を持ってくれるということになりました。そのおかげで一気にこの2つも20年度中には完成をするということになって、その希望も見えてきましたし、また胸のつっかえがポーンとスポーンと押したような、そういうことであったかなと思っております。でもそれだけではなくて、やっぱりつどつど外輪山の方の、特に阿蘇山の方も含めて、いつ崖崩れがあったり土砂災害があったりするかも分かんないということもありますので、それについて長年私たちの希望であった国で直轄砂防事業をやってほしいということも無事叶うことができて、その着工式も行っていただくようになったことと、長年取り組んできた中九州高比較道路の方もおかげさまでだんだん進んではいますけれども、特に竹田と阿蘇間においてのこの事業化ですね、それと同時に食い打ちがもう一気に行われたと、スピード感を持ってということはもうすごくありがたいし、大きな1年であったかなと。まだたくさん農業の問題とか観光の問題とか生活の問題とはありますけれども、まずはそのことをお話しさせていただきました。他にもですね、昨年1年間は阿蘇ジオパークユニスコもですね、再認定、これも良かったですね。認定もありましたし、それと同時に何といってもやっぱ子どもたちの教育環境というものをしっかりとやっぱ守っていかなきゃいかんということで、阿蘇西小学校の学校も落成をしましたし、それと同時に温暖化によって子どもたちが教室にいて、とにかく暑くてどうしようもないというところをエアコンを設置する、その工事も今進んでいるというのも大きいことだと思ってはいますけれども、観光の面で言いますと、サイクルツーリズムだったり、いろんな活動も盛んに行われてますよね。やっぱり切り口をこういう切り口でと、それはもちろんこの資源を活用してなんですけれども、サイクルツーリズムとか、それとはまた原動付きの、そういうサイクルの市場運転っていうんですか、そういうこともやっておりますし、それと同時に保肥本線をいかに活用するかということで、竹田市とそれから JR 九州と阿蘇市と3社で連携を結んで地域の活性化を図っていこうということも大きな一つであったと思います。それと同時にいよいよ阿蘇駅前の方が、例のワンピースのウソップさんも来ていただきましたし、それに合わせながら、また夢の湯も
再開しようということで取り組んでいること、うん、あの辺がまた前線の、うん、地中化にもなってまいりますし、はい、でも残念であるのは、うん、やっぱりこの、去年の4月からずっと火山の噴火が続いておって、うん、立ち入り禁止でレベル2というところがありますので、山上の思い切った見学エリアの開発等も考えておるんですけれども、うん、立ち入り禁止であるがゆえにそこに入れないということは、少し観光面においては課題は大きくて夢も大きいんですけれども、うん、手がつけてられないというのは少し残念かなと思ってます、うんうん、まずは市長に昨年1年間を振り返っていただきました、はい、そしていよいよ今年なんですけれども、はい、まあ、世界的に見た話題からいくと、うん、まずは東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されますよね。そうですね、まあ、それも含めてなんですが、阿蘇市ではどんな1年になるでしょうか。はい、まず今 のパラオリの中でも、うん、はい、特にオリンピックで、うん、和菓子の方も聖火ランナーさんが走っていただくと、はい、象徴的なことが今回起こりましたし、すごく良かったなと思うことと、新しい天皇さんになられて、うん、令和の年になりました、はい、今年が令和で2年目なんですけれども、うん、今年の秋の新嘗祭、はい、これにうちの阿蘇市の方の田んぼで採れたお米と、うん、はい、うん、それから泡ですか、はい、それを献上するという名誉ある出来事もありますし、うん、また先ほど言いましたように子どもたちのエアコンの全、はい、うん、教室にそれが入って、はい、参ったりするということもありますし、阿蘇神社の方も着々ともう祈願祭が行われて、その形が見えつつあるということもすごくいいことであると思っておりますし、今年1年というのはすごくそういう意味では大型のインフラの整備と、そして次の時代につながっていく大事な年になるということを思っております。他にもですね、災害公営住宅が完成し、そうですね、これ大きいんですよね、ということで、そうですね、これやっぱり被災された人たちの、はい、とても救いになることですよね。そうですね、災害公営住宅に皆さん方にゆっくりしていただくために入っていただくという器がようやくできたということで、うん、我々も少しホッとしてますけれども、うん、まあ、そんなこともあったり、阿蘇医療センターも先生方はすごく苦労しておられるんですけれども、はい、航空外科とか、はい、あるいは住民の皆さん方から希望されておった耳鼻咽喉科、はい、これもできるようになりましたし、うん、そちらの方も一つ一つ解決をし、住民の皆さんが安心して安全にまた医療を受けられるような、うん、そういう病院をまたみんなと一緒に作っていきたいと思っております。医療の話題として、私もすごく期待しているのが、子を持つ親としてですね、はい、18歳までの子どもの医療費が無償化という、はいはい、うね、これは本当に子育て世代にはありがたい。これはもう今年からですね、18歳以下の方については無料化ということで、子育ての一環としてと思っておりますけれども、それと同時にその一環の一つとして、浪野の保育園も相当老朽化してたんですよね。早く建て替えなきゃいかんということだったんですけれども、災害続きだったもんですから、その予算の関係もあって、今着工して今年の確か2月か3月の初めには出来上がるということだから、こちらの方もまだまだ子どもたちのためにもやらなきゃいかんことがありますので、大きな目標を掲げながら、これからも住みやすい阿蘇市というものを作り上げていかなきゃいかんのかなと思っております。はい、そして最後にですね、お知らせなんですけれども、毎年佐藤市長が新成人に向けて歌のエールを送っていらっしゃる阿蘇市成人式、今年はそうですね、はい、1月12日日曜日の午後1時から阿蘇体育館で行われます、はい、きっとね、もう歌の方は決まっていらっしゃると思うんですが、まあ、でもやっぱメロディーといいですね、はい、歌詞といい、はい、若い人たちの感覚ですから、うん、その感覚になって、うん、夜寝る時も一生懸命 CD を聴きながら子守歌にはならないんだけど逆に寝不足になるほど聞きながら
今練習してちょうどそれが出来上がるつつあるかなという感じですね、うん、はい、あの市長の歌のエールはですね、何もこの成人式だけじゃないんです。あの小学校中学校の運動会や幼稚園保育園の運動会でも歌ってこられているので、新成人の方にとっては懐かしいという声がですね、はいはい、会場で聞かれるんですよ。そうですね、うん、まだあの小学校の時とか、はい、中学校の時、うん、その時ちょっと私が歌ったことの、うん、それがずっと思い出の中にあると思いますから、はい、まあ、一つの二十歳になったという成人の時はまた区切りの意味において、うん、またそういう人たちの成人にとっては、うん、あのいい思い出の一つに、うん、今お聞きしてなるのかなということを感じました、うん、はい、あの新成人の皆さんにとってとてもいい一日に、ね、はい、なることを期待しております、はい、ようこそ市長室。今回は、昨年を振り返り、そして今年の阿蘇市の取り組みなどについて市長にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。